こちらの動画は東洋貢献ベビーホイストの無線リモコン操作の説明動画になりますリモコン操作タイプはシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプの2種類ございますはじめにシングルリモコンタイプの操作からご説明いたしますまずはじめに電源ボタンを長押ししてリモコンの電源を投入します 電源ランプが赤く点灯します。これで操作可能となりますので、高速、低速の各ボタンで操作を行ってください。ベビーホイストの使用を終了するときは電源ボタンを長押しして、リモコンの電源を切ります。次にダブルリモコンタイプの説明になります。 ダブルリモコンタイプはベビーホイストを操作するために、占有化が必要になります。今から実際に操作しているところをご覧いただきます。占有化ボタンを押します。占有化し、巻き上げ巻き下げボタンが有効化します。解除ボタンを押します。 もう一方の送信機で、占有化ボタンを押します。占有化し、巻き上げ巻き下げボタンが有効化します。解除ボタンを押します。一台の送信機のみで製品本体を操作可能にし、他の送信機からの操作を禁止させることを占有化と言います。これにより、意図しない。 他の送信機からの操作をすべて禁止し、安全を確保する弊社オリジナルの機能です。低速、高速の巻き上げ、巻き下げ操作は従来のシングルリモコンタイプの操作から変更はございません。 次に注意点です。無線送信機を近距離で操作すると、電波が混信し、2台とも操作できなくなります。近距離で操作するときは、必ず使用しない送信機の電源を切ってください。専用は、製品本体が先に認識した無線送信機を有効にします。 占有後、操作を行わずに5分経過すると、自動で電源が遮断され、占有も解除されます。操作を行うときは、再度、電源を投入し専有操作をしてください。停止ボタンを押すと無線送信機の電源を遮断して、すべての操作ができなくなります。再度、電源を投入してからご使用ください。 無線操作タイプの機種は同じ現場で、同時に使用できるベビーホイストは最大5台となります。ただし、ダブルリモコンタイプの場合、1台で2台分のカウントとなりますので、ご注意ください。ベビーホイスト無線リモコン式、基本操作説明は以上になります。よりご安全にご使用いただくには、取扱説明書をご一読いただきますようお願いいたします。